本日集まっていただいたのは他でもありません。ガレマール帝国で大きな動きがあったようなのです。帝国内の次期皇帝争いを発端とする内乱が終結したとの話は聞いている。カヌエ殿、これに関することか。先頃、ガレマール帝国皇帝ソルゾス・ガルバスが崩御しました。何？ガレマール帝国はソルテンが一代で築き上げた国家、共和制だった同国を帝制に転換させ世界に覇を唱える強国に押し上げたのは彼の軍才と指導力があればこそ。だがそのソルテーも弱い80を超え病床に伏していた。跡継ぎをめぐる内乱が起きたのもそれゆえと聞いていたが。ソルテーの長男はすでに死去していたな。この皇太子の死が帝位争いを複雑化させていたという。ええ、2名の有力候補が台頭し帝国は内乱状態に突入。結果的にソルテーの孫にあたる大将軍バリス・イエー・ガルバスがこれを制しました。ソルテーが崩御したとなればもはやバリスの戴冠を阻む者はいない。新皇帝バリス・ゾス・ガルバスの誕生か。次期皇帝が決まったとは言っても未だに帝国内は不穏な空気に包まれている様子。しばらくは新皇帝も体制固めに時間を費やすでしょう。とはいえ新しい指導者を得れば帝国の支配体制は盤石となる。未だこの地に残留する第14軍団、加えて属州となったアラミゴは要塞化が進んでいるという。奴らが本腰を入れて攻めてきたら。とても静観していられる状況ではない。帝国が動けば
神々に愛されしちエオルゼアは再び戦の炎に包まれましょう。各国のシュガが招いたアウトロー戦区の件も含め、我々が揉めている場合ではないのです。三国のみならず、山の都イシュガルドを加え、真のエオルゼア同盟を実現せねばなりません。そのためにも皆々様にはご協力を願いたいのです。すぐにではないとはいえ、帝国の脅威が迫っている。我々に残された時間はそう多くはないだろう。何としてもイシュガルドの門を開け、エオルゼアを一つにしなければならない。そしてそれができるのは、主義や思想にとらわれず自由に行動できる私たちだけだ。そのためにクリスタルブレイブを設立したのだから。ここから先、帝国に隙を見せるわけにはいかないな。早急に密偵の件を解決しなくては。
ー